おはよう。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 ありがとう。ありがとうございます。<laughs> おはよう。おはよう。おはよう。紫のゼッケンつけたいにいきます。待ってます。紫のゼッケンね。とりへ。おはよう。 えすごいおはようあすごい話してますよねこれ <laughs> おはよう元気だよ元気だよー 鳥が、ね、絶対カラスじゃないよこの鳥。なんか叫んでるよ。きゃーって。おはよう。おはようございます。<laughs> ね。あとありがとうだるまもありがとう。なんか鳥と話せるらしいです。 スズメってあんな発狂するのキャーって言ってたよな <laughs> に怪しいおじさんなのおはようおはよう目腫れてるよおはよう うん、おはよう。すごいね鳥り。ねえほん、何よ。<laughs> 何よーうん、おはよう。寝れたよー。十二時から六時あ違う七時まで。しっかり七時間睡眠です。 おはよう目でかくなってるそんなことないよちょっと負けないように頑張りますねカラスに生のサータンえ今日来てくれるんですかいおはよう皆さん水色つけてこれますか <laughs> なんかカラスに負けないように頑張ってるんですよね今 <laughs> そう昨日東会でめっちゃ「朝眠いけど頑張って見てる」って言ってくれた方もいたから嬉しいんですよで水色持ってない方は水色の画用紙とかなんか持ってる <laughs> そうそうおはよう

遊びに来たよ、ありがとう。<laughs> クラス何言ってるかね、聞き取ってみましょうか今日の俺の朝ごはんがないじゃないかって言ってますなんで俺の朝ごはん取っといてくれないんだよ、お母さんって言ってますおはようバラありがとう。 いつもう今りは緊さんとい。いすも通りおはよう水す。あ、ね、や。ハイチュ持ってくねえハイチュってきてくださる方くださいよ <laughs> もらえないのもう食べたくなっちゃうからね あ,ありがとうおはよう。おはよう。おはよう東京駅に向かってますか楽しみ。そうだね、今日は夜だからね、私。ここみんが万歳ヴィーナス踊ってたけど、サータンは何みんな万歳ヴィーナスですよ。ごめんて、おはよう。<laughs> はい好きーあら楽しみーうんぶどう味いいよねーありがとうーねえカラス飼ってたらもうちょっとうるさいかも <laughs> ちょっと昨日の緊張再現してよああ、こん、こんにちはーあありがとうー バイバーイ <laughs> あーありがとうございますおはよう !12 期生推し,推しになりますえ ?12 期の推しですかそれとも12期生が推しですかどっちだろう朝ごはんまだ食べてないんですけどパンですよ。あなたは美しいです。ありがとうございます かわい,いありがとう、うん、星もありがとうねーカラスちょっと男の人っぽいあ人じゃないけど <laughs> そう夜ね間に合わないね配信あとありがとうここにねスカートね採寸があれだったのかなありがとうありがとう唇 アイロン楽しみすぎて寝れんかったさらも寝れなかった <laughs> ゆっくり休めましたよ明日は朝配信だね多分朝配信だね今日の今日はサーターソロレーンが最後になる予定 最後だから本当になんか剣使い切っちゃいましたとか <laughs> やれるだろうなぁと思って待ってます <laughs> ハッありがとうハナ緊張してたの今日会いに来てくれますか昨日より今日の方がいっぱい来てくれるのかなありがとうエックスに制服サータンが撮ってる動画あったけど可愛かった本当 本当 <laughs> そうだよね動画上がってたハハハハってやつ <laughs> 君に決めた <laughs> よしボートメッセえでも幕張、ま、メッセもあんまり行ったことないんですよねちっちゃい頃しかかわいいありがとう ありがとうねーキャベツにソースかけて皆さんあの私に会うの緊張する方は朝からキャベツとソースを食べれば「あ今日はサータンと同じ成分だ」ってことはもう私はサータンだっていうあの感じでいきましょう。<laughs> そんなういうしくなかったってういういしかったですよ名古屋に向かいますか気をつけて来てくださいねおはようハイチュウのアイス食べたことないんだよね食べてみたことでもハイチュウ凍らせたらアイスになるよねおはようおはよう。おはよう。おはよう。隣にヨアちゃんいてもサタンはしだって言うぞ 本当に嬉しいよね、それ。なんかマウントゆ空 <laughs> ちゃんに「マウント? <laughs>」嘘ですけど本当に嬉しいですよ。ありがとう今日私服バンザイヴィーナスね撮ったよ。でもあれ名前順っぽいよねここみちゃんからってことは。 サーバーも準備も押します。まあ、六期と八期もですが。あれ。ザラだけかと思ってましたね。うーん。うーん。耐 <laughs> えるのが楽しみで、まだ布団の中です。 中なんですか今日は行けないけど寂しがらないで寂しいです本当に本当におはよううん布団出て布団出てよ隣のレンからサータンに手を振りますなんでですか なんでですかそう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 ,そうみゆちゃんが撮ってたあのねみゆちゃんとね入りも出る時間も違うんだよねうん午前中忙しそうだった <laughs> イチュー壊らせたらやばいですかあれーサタタの前に誰か行こうかなだから剣なくなっちゃうからダメですよー <laughs> 取っといてくださいよおはようマウント欲しい <laughs> おはよう 売れ残ってるいいのぁ、食べたいおはよう、昨日初めましてできて嬉しかったですでも嬉しかったよこれなにこれもしやなにえこのさ犬ですかこれ犬カワソ さんもう嬉しかったです高畑さんと山村さんねとりたいけど時間合うかなケータリング食べました美味しかったあの帰るときにココミちゃんとえ、夜のケータリングの方が美味しそうって言いながら帰りました

今日すごく晴れてる。昨日も晴れてましたけど、全部私のおかげですね。今から晴れるよーしましたから。十二キャスーたん。嬉しい。嬉しいよ。おはよう。本当のタオシなんてあんまいないです。それがね、いるんですよ。本当のターンのターンの方がいるから。 さんのたんじゃない人がわかりやすいんですよ <laughs> あああぜひだるまありがとうそののおはようがないかも、ね、おはよう言ってほしかったおはよう言いますよ多くない <laughs> おはよう <laughs> おはようあと50分後にちゃんと起きます。起きてください。おはようおはようおお。全身姿えー、覚えて ってるかなかりました分かりましたとか言うと忘れちゃった時に困っちゃうから覚えときますね全身ねわかりましたよ高畑さんとのツーショットえっ畑さんとのツーショット撮れたらもうブログに大々的に載せたいです私は <laughs> 雨降ってるのやだ大変きしめんえっなかったゆうちゃんは誰となるに間違いない朝頭が演奏もすおはようおはようおはよう分かんない夜なんかエビフライが刺さってた。 キャベツなかった、なんかブロッコリー我慢しましたよ。そ夜食べれなかった。今日は食べますよ。もち。<laughs> そう、今から晴れるよ。ありがとう。 違うよ、あのエックスとかで。ちゃんと私の名前だけ、あのプロフィールに書いてくださる方がいるんですよ。嬉しい、本当に。嬉しい。おはよう、おはよう。ありがとう、二十二。十 <laughs> 二期生はさあ、単推しです。 よきよきよき本当のタン押しですわ嘘ですそれそれ嘘ですよ知ってますよ私は <laughs> タンのタン違いますよ違いますよおはようございますおはようそうえそうなんです女性の方の方が多いんですよ メールも女性の方の返信あってなんでですかほんとに <laughs> 私なんかをありがとうございますほんとに単の単目標単の単ね今日友達とサルちゃん連番するので待ってますねほんとに 待ってますよどっちだろうソロソロの方かなおはよう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 ,はよう365日連続配信したらオリジナルアバター作れること知らないそうなんですかそうなの おはよう。おはよう。僕はノーネームさん推しです。嘘です。あのー、写真がズさん。<laughs> おめでとう。ありがとう。ハーありがとう。おはよう。十二期まだするの予定だったり、サタンの出現でオタ活計画にいろいろ見られが。 いいいい調子ですね。<laughs> おはようございます。名札つけてる方いましたよ。<laughs> ねえ大々的に。頑張るよ。おはようございます。ねいっぱい食べたい。お化けありがとう。おはよう。いや多分いいんだろうけど。 帰るのも早かったか入るのも早いし帰るのも早かったから食べれなかった <laughs> おはよう頑張りますおはようおはようそうなのあの SKE 全然知らなかったんだけどってメールに書いてくださって。 でおはようそろそろプロフィール変更しようかなって何にですかいおはようたん惜しいたったん惜しいハートありがとうございます <laughs> おはようおはよう移動中気をつけてきてください おはよう。12期生の中でサータンのことが一番気になりますぜひそのままでいてください <laughs> おはよー女だっけなサータン憧れるなんでなんで嬉しい本当にあの思うんですよそうやって女性の方に言われるのがもうめちゃくちゃ嬉しいからママに なんでだと思うって、この間聞いたんですよ。なん、なんでだろうって。朝から可愛い、ありがとうございます。ちょっと女子受けしそうな可愛い、花にも言われたんですよね。なん、な,なん、なん、なに。柚 <laughs> 木さん、すごいですよね。おみちゃん、隠された。 ね、なんかなんかここみちゃんにね変わろうとしてたから <laughs> 言わないですよ <laughs> 表裏なしです私なし成人おはようありがとうおはようエグスのプロフィール見てるよ なんかね、私のことをねツイートしてくれてるのにあのプロフィールに私の名前がない <laughs> おはよう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 あそうなんだそうなのえ自分で書くんですかア はい確認しております。おはよう。西田さんのオーダーは一件でしたね。<laughs> えサーターにとってどこまでが単押しなの？プロフィールに一人しか書いてないみたいな。見に行くのはいいですし、いいですけどプロフィールに一人の名前だけあったら単押し？ <laughs> おはようサタンとツーショット撮れたヘッダーをサータンにしますかん楽しみですねこうやって撮るのおはようかわいいありがとうやっぱ土日はいっぱい新しい人が来てくださって嬉しいですおはようおはよう <laughs> おはよう個別グッズがキゃー安住さん教えてんで知ってるの分かりますもんだって <laughs> おはようあの8時までの予定だったんですけどよく考えたら今日日曜日だからね何時でもできるんですけど準備のことを考えると。 まあ8時20分とか10分とかかな劇場頑張ります初見ですありがとうっテロポカくん忘れてる鈴木さらですはいサタンが入り口とかすごいじゃん新規呼んでるやんそう嬉しい 嬉しいよーうーおはよう可愛い,いありがとうおはようおはよう。おはよう。おはよう。19期募集さ開始されたけど12期受かってなかった受けでしたっていうか多分19期の方が先に発表しされてたらそっち受けたかもしれないですねだからタイミングって大事ですね本当にーよかった ママなんかこの性格じゃないかと言われました <laughs> 性格なんかこの元気な性格サタンに憧れますか <laughs> 男の方なのに <laughs> そうだよココミと仲良しだったよあだったじゃない仲良しですよ かわいかったよかったーうーんカラスねおはようおはようありがとうおはようおはよう <laughs> 武器になるおはようありがとう あと <laughs> もありがとうさだね暇なときね見てるんだよね <laughs> 何ツイートしてんだろうっておはようおはようそうそうパジャマは安売りしない <laughs> カラスのアバターやだチワワがいいチワワ 皆さんチワワに似てるでしょ私 <laughs> おはようありがとうおはよう12期は一人だけ書く丸 <laughs> <るー> <laughs> おはようおはよう誰の名前も書いてないからじゃあ私の名前を書いてみましょう今今今 <laughs> リリーでもいいですよ全然。ありがとうおはようおはようありがとうございます本当に。 昨日でサタンの個別に行く未来見えましたか。ピーサタンのアクスター。ね。ねー。一緒にキャベツ食べてあげてください。十二家をおしましするなら、サタン一択。本当。本当。ほんと 本当ですかするならじゃなくてしましょうおはよう延長ですよそうそうそうおはようの言い方 <laughs> なんで？<laughs> なんででだろう初見でしたありがとうまたレーンでバイバーイまたねマイエンジェルサーターは生でも可愛いよかった 趣味はサタンを押すことです良き良き良きだよ <laughs> そうそうそうプロフィールでねおはよう毎日配信続いてるの偉い毎日来てくださる方がいるからですよおめでとうありがとう <laughs> え 性格って、性格なんじゃないのそう、エスケイに来てくれてありがとう、ありがとうそうだよ、縁だよカラスはトークかい来てないですねあの、もしかしたらカラスの人形を肩とかにつけてくる方がいるかもしれないって思ったんですけど <laughs> いなかったですねおはようおはよう さあちゃんモテるでしょ花にモテますねすごいサあタン今日もかわいいありがとうおはよう <laughs> おはよう12期でよかった運命ありがとうありがとうサータンレイン行くことは決めたけど何の話しようか迷う うわなんかね昨日思いついたんですよねこれ話したら楽しそうってなんだっけでも困ったらキャベツの話をしてくださる方が多いかもいや <laughs> 困ったらね困ったら私は私はキャベツマヨネーズ派です 言ってくださる方多い <laughs> おはようおはようあとおはよう他のルーム見に行ったりここはちゃんとここみんとはなはよく見に行きますねありがとうそうハロウィン誕生日千葉は似てない 目が大きいとこと性格がチワワに似てるって言われますおはようおはようえ私言いましたよねチワワに似てるって <laughs> おはよう朝か元気だよおはようさやちゃんのコスメファッションにも興味ありますか 今日ファッション見れますけどね。<laughs> おはよう、可愛い,い、ありがとう。さらのお皿、何点、一点。<laughs> 1点。まだまだですね。おはよう。台湾。ありがとう、台湾ね。私、あの台湾、なんだっけ。 海外に行くならどこの国って質問に台湾って答えましたよおはようありがとうキャベツのアクスターいらなくない <laughs> 今のところなしですよえ予約してくれましたかうん私も欲しい初グッズ12期はサータンだけだよ今は SKE の一押しかな ほんとじゃあプロフィールにぜひ書いてください。<laughs> おはよう今日会いに行くね待ってまーすほんとにってかもしかしてその絵文字を使うってことはえツイッターやってますかあれ違うかなその絵文字。<laughs> あとありがとう昨日初めて会った感想は元気で可愛い子やなだった よかった。そわそわしてるもんね。泣いたりしないですよね。ママさんの分析正確だな。性格だけに。<laughs> 3点おはよう。おはよう。<laughs> カラスね。待ってちょっとすごい私遅いですよね。カラスとキャベツの t シャツなん作らないですよ。もっと可愛いのね。 キャベツ太郎食べてみたいんですよね <laughs> レタスダメー <laughs> おはようおはようおはようございますアート48に参加してたってことは AKB に加入してた可能性もあったってことかいやでも私がアイドルのオーディション受け始めたのが 高2に入ってからなのでそのでそ高2ん高ん1まで本当に普通の高校生やっててで高2に入ってあの進路決める中でもう本当になんかやりたいことが分からなくてそれで何か高3までの間なんか高2の間だけちょっと前 からやっってみたかったかアイドルのオーディションを受けてみようかなって思ってその決めた時にちょうど始まったオーディションがアウト・オブだったんですよでそれが終わってで私ちょうどオーディションが来たのが SK ですだからそうだねあのこの1年の間でオーディションがなかったら んオーディションに受かなかったら私やってないと思いますおはよう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  <laughs> チワワ似てるよサラ12期はココミンとはなちゃんの配信見てるやん <laughs> ありがとうおはよう頑張ってありがとうサラのハートをかっさらう え、五十六。<laughs> ありがとう。あのね三十一日ハロウィンが誕生日だよ。でもありがとう。<laughs> キャベツのうちはいいよ。いいけどね。今日しお話し会でダジャレから豆の採点。いいですよ。楽しみにしてます。 ダジャレ言ってくれるの嬉しい私が好きなものだからねダジャレそうだ困ったらダジャレを言えるように皆さん一個考えておくべきだと思いますおはようありがとうおはよう処刑さんいっぱいありがとうプロフィールに12期追加するとあのちゃんに怒られるのじゃあ私が <laughs> 直談判しに行きます 書いてもいいですか <laughs> 更新してくださいぜひおはようキャベツ好きになってください <laughs> おはよう受験さんいっぱいありがとう <laughs> 受発期募集は去年だとか受けてないですね本当にこの二つだけです二つだけ そうそうそう。<laughs> そうだよ。え好きの子だよ。職場でサラちゃんの配信音出して見てるの最高でし待ってそれ。他の人に聞かれてますか。おはようございます。皆さん今日も一日頑張りましょう。どうでしょうか。おはよう。<laughs> よかったね。本当に。 そう、48グループは初めてでしたねそうだよこの1年だけやるって決めたからそう大学もあるからねおはよう好きでもされるだろうけどダンス変わったねそれは思うほんとにありがとう誕生日ありがとう元気だよー 朝から元気だよあんまりもサラちゃんが好きになっちゃって「X さんが作ったのあやっぱり絵文字がそうだなって思ってこの X 誰のだろうって思ってたんですよ名前がなかったから <laughs> 嬉,しい嬉しい嬉しい嬉しいしかも水野さんが好きなんですか水野さんわいいですよね本当にあの ゆのさんさ歌声が私も好きです歌声もお顔もかわいいありがとうおはよういっぱい新しい方来てくれるありがとう10月生まれ10月生まれの人はーい <laughs> アンズサータン推し多いんですか似てますか似てはないかななんでだろうね嬉しいおはようキャベツポン酢派ポン酢食べたことないけどちょっと美味しそうかもおはようプロフィールにキャベツを入れる キャベツ…キャベツ入れるのありがとううん、どじれよとさら点数つけますよ柿本さんとはその話アウトオの話ですかアウトオの話ですか おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。え <laughs> え。おはよう。朝がテンション高いよ。夜勤明けで来てくれるんですか。さらにあった、目線。え、本当に。嬉しい。夜勤明けなんて。おはよう。 2つしか受けてない審査もあそこまで行って好きに合格なてたまたまですよそんなの <laughs> 違う違う一1年でやめませんよなんてことを言うんですかなんてことを言うんですか1年でやめるとか <laughs> おはようおはようおはようそう1年だけ受ける予定でしたもともと,もともとね 元気なところあそういうこと元気なところ好きですかあありがとうな,なんだこれなにおばけありがとう紫のやつえそのキャベツはマヨネーズ派がほんとに私にはまだ理解ができない <laughs>。なんでコもりありがとうおはよう 推しが推し変に厳しいのでサータンが好きって言えない誰誰推しなんだろう言っちゃってください <laughs> おはようおはようおはよう !10 分前だねありがとう。うん大学生になる予定だったよ全然。ああああ 全員ソース派ですから <laughs> おはようキャベツも好きになってえっんでマヨもしかしてこっちの方ってみんなマヨネーズ派だったりしますそう1年限定でそうやってたよ。 きで夢ありますよ <laughs> あ待って焼肉の話しないでほんとに焼肉食べたいよ <laughs> 私が食べなんちゃら食べたいって言うとなんかプーさんみたいになっちゃうんですよねはちみつ食べたいみたいになっちゃうサータンなんかツボ何 <laughs> おはよう。 名札作ってみた見せてくださいねそうそうそうソース派にしてそ,そ,うそ,うそ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 うソース派ソース何もつけないで食べるのえー、え、あのこんにゃくに味噌をつけて食べるやつってあれどこの料理なんですかね料理っていうか食べ物なんですかね 違うって 1, 1年限定じゃないよ受けるのは1年ねそうっすそうっす <laughs> そう180度ねそうだよ今日横にゃんから話しかけてくれるかもだよえどういうことですかえなんか言ってらしたんですか鈴木のプーさん 目見開いてくださいピー恐怖だよねこれ三白眼みたいな恐怖ですよね見た目とのギャップっていうのも共通点ですか嬉しいこんにゃくに味噌ってえなんかあるじゃないですか 私よ苦手なんですよなんでかっていうとこんにゃくが苦手だからねおはよう中濃ソースで食べてますよ私おはような読めないみそたたで何で田楽おはようおはようボサボサおはようあそういうこと 45? そういうことかなおはようサダに見つめられると石になってる方いましたね昨日殿 <laughs> 学おーおーおおおお殿学サラだよサラサラって読むよ <laughs> おでん大根はわかる大根おいしいよね 人から来ててくれるるのを待ってる先輩多いですか本当ですかなんか面倒くさがられないか心配で今忙しいのにこの子めっちゃ話しかけてくるとか思われたらすごい嫌だから <laughs> 見計らっちゃいますいろいろと今日石になる <laughs>、えー あれあれでーそうなのそうなの <laughs> えレンで会いましょう会いましょうほんと先輩とは写真撮ってないの え、あのえわかんないんですけどあの写真を後輩から撮ってっていうのダメだと思ってて完全にそえあのえアウト部の時になんかそんな感じだったからわかんないダメだと思ってたんですよね私 SKE はいいんですかね <laughs> 泣いてないんですよ元気ですけどねダメじゃないダメだ,だと思ってたんですよね本当にえいいんですかねえ違うんですよあのえ言っていいのか分かんないけど SK はいいんですかね ダメじゃない？本当？後輩から行くのダメだと思ってました。そうなんだ。あ、そうなの？アイツありがとうございます。本当？S.K. はない？ないんだ。そうあのエイケミは。 ためって聞いたんですよね本当ですかスケインはいいんだ優しいですね <laughs> 黒ハンペンって何ですかサフトボール部で立てる <laughs> 面白い おはようおはようおはようえありがとうございますいっぱい黒い黒いの静岡静岡さあのあのこっちのこっちにオーディション受けに来るときにあ千葉から来ると通るじゃないですかその時に毎回 なんか寄りたかったんだけど時間なくて寄れなくてだから静岡行ってみたいんですよね <laughs> 見た目怖そうな先輩なんていないですよ静岡ね行ってみたい。 え、そうハンバーグ好きだから食べたいなあの静岡の上の国って何でしたっけ国じゃない県何でしたっけ山梨あのー、山梨 上静岡の上なんかお寿司屋さんが一番多い県って習ったんですよね私お寿司好きだから行ってみたいなんかなんとかなんとか湖みたいなのをからお魚運ぶために昔なんか。 なんかつけてなんだっけお魚をつけて運んでたからみたいな腐らないようにみたいななんちゃらワンかな駿河湾だったっけなありますか駿河湾みたいな昨日大きな出費したのでお試しロングドッカーを回避します何を何を買ったんですか あ、そう駿河湾でとれたお魚をあのー、なんか運ぶのにお魚をつけててでそれでなんか多いお寿司屋さんが多いみたいな合ってますか何県なんだろうあれお寿司 醤油につけてたんだっけいろんなこと知ってて偉い,いねって赤ちゃんだと思ってるんですか <laughs> うん。お寿司もそう。 やだそうなんかつけて送ってたってあれ何県ですかねえお寿司が一番多い県何県ですかあれ私行ってみたいんです赤ちゃんじゃないですよ <laughs> なんかだって昨日会ってみたらさらちゃん意外と大人っぽいって言われましたからそうそうそうお化粧したらね もう大変身ですみっけありがとう <laughs> 山梨じゃ山梨だ山梨私アワビ食べたことないバ化粧してないからですって <laughs> 山梨 うん、なんか、ココミと並んでたら、さら、大人っぽいねって言われたんですよ。皆さん言われたんですよ <laughs> そう、海がな、な、な山梨かな <laughs> すごーい <laughs> あの、 <laughs> 女性陣が私を甘やかしてくれますうれしいうれしいうれしい <laughs> 4歳 <laughs> オーラありました何,オーラ何色でしたか何色でしたか <laughs> 中学生だな <laughs> 大人っぽいってサラ赤ちゃんじゃないよフフフラーメンは苦手なんですけどあの花がラーメン食べたいってこの間言っててあのー、ちょっと頑張って食べてみたいっていう気持ちがありますねおはよう なんかね、2人のトークしてるときにずっと私のこと見てくれる人もいればココミンだけ見てる人もいれば面白かった。<laughs> あ、サラのことこの人見ない <laughs> 横でうんうんと聞いてるずっとココミンとの会話を。 そう、海な,ないところみたいなね。<laughs> 違うよー <laughs> あ、交互に見てくれる方もいましたもちろん。でもさ、その見てる秒数で分かるよね。あ、あの人ここにいの方が好きだ。って。 ちょっとサラのことめっちゃ見てくれる <laughs> って思ってかわいすぎて見れないのはねダメだよユアちゃんとのも行くありがとう待ってますよ <laughs> 楽しみ楽しみ楽しみそうだよねユアとサラ全然違うからね おはよう誕生日ありがとう <laughs> ペアレーンねえでもペアレーンの方がこうお話しするの苦手だよって人え意外とペアレーンの方がよさげじゃないですか分かんないけど私的にはなんかいいんじゃないかと思いましたよ そう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 ,そう <laughs> サッタンと天井交互に見るってどういうことサルちゃん目当てで行ってここみ見てたら怒られそう怒らないですよ私横でうんうんうんって見てる <laughs> 時間8時半までにする ?8 時35分までにしましょうか ああ、10分同じ生き物だよ <laughs> 今日もサラコこれがよかったないねー楽しかったですかサラココ可愛かったでしょココミンウフペアの方がさ 話しやすいいんじゃないですかねわかねわんないでもそのペアの子によるかもしれないけど1対1だと話題がなくなったら困っちゃう人も多いから2人のほうが話すの苦手な人はいいのかなって思ったけど違うのかななんで黒身の話するの <laughs> はモモモンガモモンガ撮りたいモモンガ撮ってきてもいいですか 取ってきますね。苦手ですか？え、シャキシャキやだよ。<laughs> 行きたい顔して。モモガのラインスタンプ、少しそうなの。でも十二期生のね、あのグループとかでは、はよくモモンガのこうやってやってるスタンプつか。 こうやって両手でピースしてるやつね使います今日もこっそり会いに行きますかあ待ってこれアットマークサーってサラじゃないですかこれ嬉しい絶対サーですよね私がサーつけてくださいって言ったからついてるんですよねこれサー嬉しい嬉しい嬉しいうふふ おはようえ、玉ねぎ嫌いな人多いんですか玉ねぎ農家なの羨ましいおはよう準備しながらラジオとして聞いてください朝 <laughs> ごはんいらないそれはダメだよ健康にね皆さん、私応援してくださってる皆さんはもういつまでも健康で 生きるっていうあの集団目標があるので、はい私もそうですよ。いつまでも健康に健やかに生きると。<laughs> そう玉ねぎおいしいの。生がおいしい？辛くない？玉ねぎひたすら炒めるの好きでも玉ねぎ炒めた時の匂いめっちゃ良くないですか？わかりますか？<laughs> おはよう。<laughs> 目玉焼きは嫌いですおはよう玉ねぎ好きサラも好きありがとうキャベツ玉ねぎは辛くないですかね新玉ねぎのサラダ新玉ねぎはいける新玉ねぎはね普通の玉ねぎは辛いよね玉ねぎは投げつけられたら痛いから苦手どういうシチュエーションですかそれ <laughs> え、わかるシチューやカレーの具で一番好き人参と玉ねぎ好きそうちょっとほにゃほにゃした玉ねぎ好き可愛い,いありがとうこんなすっぴん薄々うす顔 <laughs> すっぴん薄々うす顔しかもなんか昨日の名残でちょっと涙袋やばいし <laughs> 12期ライン誰が一番うるさいでもやっぱあれじゃないですかグループ LINE あるあるだと思うんですけど全然話さない人もいればめちゃくちゃ話す人もいませんわかりますあの昨日はレナが送ってきたそのグループのねメッセージを私レナから個人で来たものだと思ってて普通になんか普通普通にふざけて返信したらグループ LINE だった。 恥ずかしくてそしたらここみちゃんがなんか爆笑みたいな感じで送ってきてた中学生に爆笑されましたおはよう今年えだから今年ってキャベツ少ないんですかなんか全然ないんですよね今月までどういうことですか ため皆さん私より先にいなくならないでください悲しいでしょおはよう <laughs> ひらがなにしないで <laughs> えカレーに玉ねぎ入れないんですかおはようでもその健康への第一歩として皆さんこれ 朝配信見に来てくれてますからねありがとうありがとうありがとう誕生日ね玉ねぎにはソースじゃない <laughs> 化粧しないても可愛いよとありがとう こんもりありがとうあ配信してましたごめんなさいそこか <laughs> 皆さんグループ LINE 発言する派の人ですかおはよう <laughs> 危ない返信なんて誰にもしないし <laughs> 違うのここみんねボケるんじゃなくてね素で言うのそういうこと <laughs> <laughs> ダメ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 推しが今月に卒業なのでゆずきさんってことは今月卒業されて SKE の推しはさらにチェンジですか <laughs> チ,ェンジチェンジ入りますか カレーはお肉だけなの。え。そうなの。ありがとう。たった卒業するまで行き行きましょう。皆さん、行きましょうよ。なんでそんな、なんでそんな早死にするみたいな言い方するんですか。<laughs> え、カレーにソース入れますよ。あ、かけるわけじゃないですけどね。隠し味ですよ。 長期計画で押すのでお願いしますそう須田さんと誕生日一緒ですおはようそうだから東海にもあの須田さんのファンの方とかあと高畑さんの押してるよって方がね来てくださるからすごく嬉しいです玉ねぎの天ぷらあるの美味しそうだね <laughs> 発言しないんだ。発言しない？ココミちゃん気になるな。へー。<laughs> 押し目ゼロ人です？あれー？あれー？<laughs> あれー？おはよう。 サタントーク行こうか迷ってます。ぜひ来てください来てくれたらサラが喜びます。<laughs> とにかく喜びます。サタン卒業30年後だったら大変だよ。46歳だよ。<laughs> やばいよ。皆さん卒業について考えるの早くないですか私まだ。 入ってから1ヶ月も経ってないんですけど。<laughs> 早くないですかそう、皿って読むんです。覚えてね。カレーは飲み物っていうお店があるんですかえ、まあでもカレー、カレーは飲み物ですよね。どういうことねなんでやめるとか言う。<laughs> やめないよありがとう天ぷら私はね、おつゆですよ。 オニオンリングにはソースそう高畑さん推しの方もね来てくださってすごく嬉しいです本当にしかも高畑さんにこう私の話をしてくださる方もいてだから要は「私の恋の恋キューピッドみたいなことですね <laughs> 配信ありがとうございました」ってなんで終わらせようとするんですか 喜びます。<laughs> 喜びますよ。おはよう。何歳までアイドルいけそうですか。体が動くまで？一 <laughs> ヶ月でこの感じ。<laughs> ちょっと。今日朝何食べるのいいの。キャベツですか。 サータンの卒業なんでもう想像してるの早いですってなんでよ <laughs> なんで12期のエクスそう動画載ってたから是非皆さん見てくださいねあ覚えてますよ来てくれたありがとう本当にかもしうすんすもん 昨日に続いて今日もサタン行こうか考え中です考える前に行動しよう <laughs> サタン A 型だけど適度にいい加減あでもそれはあるかもしれないてか私割とね飽き性なところがあるんですけどそれって A 型なのかなえ嘘大丈夫ですよ私大丈夫です全然 <laughs> ココイチは私行ったことないんですよね待ってココイチってもしかして愛知のものなんですかだから皆さんココイチの話するの四十 <laughs> 46はやばいよね,ね卒業しないでって早いんですって 早すぎるんですっておはよう何で、ね、卒業しないなん <laughs> で勝手に卒業させようとしてるんですかさらちゃんとんさらちゃんと覚えたさえ待って名前えあれでしょ、ね、名札作ってきてくれましたよね違う名札ありましたよね ココミンとのレーンのですかおはようおはようおはよう高畑さんとね、あの、私のこと好きって言ってくれてるのみたいな感じで、そう私が <laughs>、私がそうソロレーンから帰ってる時に話しかけに来てくださって、 あとで,で写真撮ろうって言ってくださったんですけど合わなかったんですよ時間がだから今日はチャンスということで頑張りますおはようここいち千葉にもあったけど愛知が発祥なんだなんかここいちの「ナスがなんちゃら」ってお話しされるからねよく <laughs> 長くいるよ「ルームネちゃうねいいよありがとう おはよう。サラさんはね、千葉県出身ですよ。ねだから、ね、ちが卒業しないから。<laughs> ね、卒業公演のこと,と考えるの早すぎですよ。12期です。な、なにわ <laughs> かんないです。なんで卒業の話出てるのなんか <laughs>、卒業しないでって <laughs>。卒業のお手紙うーんと、じゃあ、 ハナココハココミン高畑さん山村さん <laughs> とかですかね <laughs> 早いよ考えるの早いって鈴木私ですよ支度してきますねいってらっしゃい 今日も来てくれると信じてますよ。河内、河内川。<laughs> ねえ。千葉出身だと意外と行かないんですよね。十二期生は十一人です。違うの、私があの。こう、暇してる時に。 坂田さんいるかな？と思って。見たらちょうどまだやって。らっしゃった頑張ります。ありがとう。誕生日ありがとう。<laughs> ねえ、卒業しないよ。おはよう。ありがとういやと、ね。卒業発表なんてしてないですし、なんか勝手にまだあの私加入して1ヶ月も経ってないのに、皆さんが卒業させようとして。 何に <laughs> 山村さんはこれから仲良くなる予定なので同い年ということで <laughs> ね<え> <laughs> 気が早いから気が早すぎるよ皆さんおはようモモンガ推しなんですモモンガ似てますよねほら似てるんです サッカーチーム作れる <laughs> ね12期生みんなかわいすぎるよかった嬉しいですうんねえ見に行きたい絶対行けないけどね <laughs> ね違う、まあ、そうですけど今のうちに行っとかないとって感じではありますけれどもそうですねカラスカラスすごい 今日トークでおめでとう言いに行くねほんと来てくれますかさあモモンが、<laughs> おはようモモンが。滑るのは怖がらないタイプですよ滑ったことないですも、ね、ん <laughs> え、ないですね 1、ね、10人になっちゃうのかとか言わないでよ <laughs> まあお押せるうちに押すはそうですけどそうですけどねおはようおはようおはようももんがももんが。ももんが おはようすごいね、ガラス。集合遅れないよ。9時10分までやりますね。もうこれ最後。最後ね。九時10分まで。延長最後。そう、カラスうるさくなってきちゃった。<laughs> え、こっちがモモンガですよ。ほら。 そう、延長しすぎだね。だって8時10分に終わるって言ってたら結局1時間延長して違うの卒業の心配をされてるんじゃなくて「卒業しちゃうの?」っていうあの集団集団ネタ <laughs> ですからね皆さんな,なんか心配しないでくださいねそこはカラオケ私だって歌わない派のずっとポテト食べてる派の人間だから。 そんなにね。<laughs> カラス嫌だよ。トーク会で配信見た証として合言葉モモンガに似てるね。ほんとだ、モモンガに似てる。モモンガ、おはようみたいな。あ、おはようじゃなかった。モモンガだーみたいな。<laughs> お寿司とかおにぎりの具は何が好きですかお寿司は 中トロ甘エビ、ホタテ、ハマチおにぎりはいくらが好きあとツナマヨも食べるよあと最近ハマってるのはなんか卵とそぼろ入ってるやつ昨日も食べましたレッスンの前にだいたいべるおにぎりはそれそぼろとあのー、卵のやつかいくら いくらはいくら頑張ります <laughs> 頑張りますよ車で聞いてる気をつけてくださいね私があーって言ったらびっくりしてバーンってなっちゃったら困っちゃうからね <laughs> 大丈夫な大丈夫だよなんでそんなに卒業 <laughs> 大丈夫うん褒める褒める全然褒める だから「エンジン組んでくださいね」って言ってるの <laughs> カラスと一緒にしてないライセンモモンガうん前世はモモンガだった気がしますあ違う前世は私ああのアザラシだったんですよねだからライセがモモンガだそうそぼろおいしいよねあのー、地元にいた時の高校で仲いい子があのー よくお弁当にそぼろをね入れてきてきたのそぼろお弁当みたいなのガパオライスかそぼろを毎回入れてきててでそぼろめっちゃ好きになったんですよねいつも一口ちょうだいって言ってたです好きなの全部一緒じゃあもうこれは運命ということで。 いいですね。<laughs> カラスがやめろーって言ってる。初 <laughs> 見さんにそんなこと言うのやめろーって言ってる。<laughs> ゆかりも美味しいよね。あのお弁当にゆかりかかってるのわかります？美味しくないですか？あ鳥の,の原型がなければ食べれます。だから鳥の皮がついてない部分とか。 あとなんて言うんですかチキンこうなんて言うんですかこういう形のやつとかはいけるんですよんか鳥っぽくない味付けとかされてれば食べれます <laughs> そうだよえんじアザラシだった前世えっ前世の記憶があるんですよねありがとう初めましておめでとうありがとう 学校の友達サラちゃんサータンサラピーみたいな感じあの男の子にはサラさんとか呼ばれてたんですけど本当に嫌すぎてサラさんって呼ばれるの本当に嫌で嫌だったんですよね。 全然話さなかったですけどね話さないから言われてるんでしょうけどわ <laughs> かりますか皆さん文化祭の時とかに初めて話す人とかいっぱいいるじゃないですかで私は名字で呼んだりするんですけどそのあんまり仲良くない人ってさん付けするじゃないですか同い年なのにいや本当に嫌なの <laughs> おはようフォローありがとう え、一口ちょうだいって言ってくる人苦手ですかうんでもその一番仲いい子は毎回お弁当の具材一つずつ交換してたから大丈夫だと思う唐揚げは衣で胃もたれするから苦手 <laughs> 食べれますけどね手羽先でも食べてみたい手羽先はいけると思う フライドチキンはあのお家で作るときは皮を外して作ってもらいますね <laughs> タサイリウム振ってくれますか距離感感じる <laughs> 前世でシャチに食べられそうになったことありますよ私ちょっと海が苦手でなんか怖いんですよ海泳ぐのが怖いとかじゃなくて泳げるんですけどプールやってたから。 あの普通に海怖くないですかだからあの海底2万マイルとかもすごい苦手で怖いんですよねそういうシャチとかでっかい生き物みたいなのもすごい怖い <laughs> でもサラさんっていうのねやだよー 後輩ができたらサータンって呼んでもらいたい <laughs> 鈴木さんそんな何人もいなかったですっていなかったやめてよジーキー <laughs> ファイターさんってどういうこと <laughs> 本人かなおはよう鈴木さんいなかったよ <laughs> おはよう 男の子と話してなかったですねマネージャーの時の,あの部員の人と話すとかはありましたけど男の子ね私話せない <laughs> 話せないですねずっと女の子と言いましたおはようおはよう,そう10分までって言ったんだけどちょっと15分までやりますね <laughs> 最後最後だから ごめんなさいそう怖いの海怖いのわかりますか海怖いのだからあんまり海も行かないね泳げるんですよ、ね、泳ぎはするさあタンね おはようえどっか全然平気でよ。<laughs> 女の子とし,か話しません <laughs> おしまししてください嬉しいよ。すごく嬉しいよ。さやちゃんが好きなのじゃあそこに。 鈴木サラも入れてくださいね <laughs> で卒業じゃないなんで卒業っていう園長先生じゃないよカラオケはい友達についていってポテトを横で食べてる派の人ですウ <laughs> 100点ちょっと10時はやばいねやばいから。

海苦手だよ。おはよう。<laughs> 説得？誰誰だろう。誰ですかおしの方。花？花だよねカラオケやるバイトって。今日も来てくれますか？ ありがえ前世の記憶があります子どもの頃はハロウィンに自分のお家に友達を20人くらい呼んでハロウィンパーティーしてましたありがとうサータンとかサラちゃんとか鈴木さんって呼んでる人もいますしサラボンって呼んでる人もいますよ何でも嬉しいですおはよう なんか食べられちゃいそうじゃないですかえそうジョーズとかすごい怖いの本当に怖いパリピ小学生アザラシでした前世韓国語のサラはね関係ないの「愛が来る子」って書いてサラ多分サラって名前にしたくて漢字を当てたのかな分かんない なんかサラって名前にしたいしこの漢字も入れたいしで組み合わせたのかもしれないハナがさカラオケのさ部屋に飲み物運んできたらさそのままさ掴んじゃうよね手「<laughs> 行かないで!」「可愛いから行かないで!」って「おはよう」「パリピじゃないよ」「おはよう」 ユニバさ、私が小3ぐらいの時にハロウィンで連れて行かれたんですよ。あの昔のユニバのハロウィンって今のよりめちゃくちゃ怖いじゃないですか。すごい寄ってくるし。だから、なんか、なんだっけ。その大阪に家族で行ったんですけど、絶対にユニバだけは行きたくないって言ってたんですね。行きとかに。 そしたらなんか「大丈夫だよハロウィンのないから」って嘘つかれて親に。って言ったらもうハロウィンのあの恐怖が始まったんですよ大泣きです私 <laughs> お父さんにしがみついて大泣きもう本当にトラウマなんですよだから今のあの USJ のハロウィンのやつ見るとすごい可愛く見えます <laughs> そう、友達二十人ぐらい呼んでたよ。サラっていい?。サラサラ。本当に。怖かったの。もう、本当に大泣き。ないって言ってたじゃん。って言って、泣いてたね。書いた?。書いてある。ありがとう。しかも。 フ付き <laughs> ありがとうさやちゃんとも今日写真撮れたらいいなほんとに怖かったねひどいよねなんかそういうの多いんですよ私あのー、絶叫系のアトラクションでどうしても乗りたくないものがあった時に遊園地行った時に。 これだけは絶対に乗りたくないからって言ってたのに気づいたら並んでてこれって何に並んでるのって言ってたらその乗る直前になってえこの乗り物ってなってもうそうやって騙されてなんか付き合わされる <laughs> 本当に昔のユニバーのやつ本当に怖いですよね おはようえ本当にねそう名前は「愛が来る子」っていう由来なんですけど多分そうだと思いますよ。おはようえ多分そうハロウィンに行きたくて私を騙して行ったんですよ。でそのジェットコースターもね乗ったんですよ乗ったんですけどもう怖すぎる高すぎるからもうずっとこうやって目つぶって。 こ前の手すりこうやって捕まって乗ってましたでもジェットコースターって目閉じてるとそんなに怖くないんですねサうダねのいじられキャラも両親が作ったもう <laughs> そうだよお茶目だよほんとに <laughs> 延長しないよ <laughs> おはようもうバイバイのお時間なんだけどね1時間も延長しましたからさすがにね時間がやばくなってきたよーえー、28分までやるいやダメだよ <laughs> ダメだよ さすがにねなかったよ遅れちゃうからね <laughs> 今日会える方楽しみにしてますよ今来てくださった方も毎日配信してるからフォローして待っててください夜はね今日間に合わないんです帰りが <laughs> ありがとうそう今日会えるのね嬉しいね 聞えない方はメールとか明日の配信明日も朝配信するから見に来てくださいねうん SNS はね12期生の SNS があるのと SKE メールとショールームだけですおはようもう終わっちゃうの二度寝しないですちゃんと準備します楽しんでいきますね 頑られる方、気をつけてくださいね良 <laughs> い子ですかありがとううん、頑張るよバイバイうん、またねバイバイ,バイバイトーク会バイ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  バイバーイお仕,事のお仕事の方頑張ってくださいね。バイバーイバイバーイバイバイ。バイバイ。あ、んがももんがももんが,ももんがバイバーイ <laughs> バイバーイ